こんにちは。こんにちは。さあ、この前さ、前回出てもらった時にさ、はいはい、もう不覚にもさ、はい、ベストナイン聞いてないんだよね。そうですね、みんなに聞いてる。そうですね、僕はあれですね、あのすごかったピッチャーと、ああ、そうそう、すごかったバッターで、ね、あと僕のキャッチャーのとこ、そうそうそう、あんまり再生数が回ってなかった。それ文句あるな。なんでやないんだな。はい、ベストナインを決めてもらいたいと思うんだけど、はいはいはい、そのお題を出したら、はい、結構悩んでたよね。ちょっと年数が長いんで、うん、だから僕は入ってから、だから縛りとしたら、はい、シゲが入ってから平成ですよね。平成と令和2年ですよね。平成に入った、僕平成元年ですから、1年前。あ、そうだね、はい、だからまあ過去の人はまあちょっと置いといて、はい、今回はね、今回、はい、まあ、今回はっていうかその前の人知らないですよね。いや、まあいろいろだってダンダンに選べる、ちょっといいですか、うん、まあ僕太陽ホエールズというね、皆さんあまり今もこの YouTube をご覧になっている方はあまり知らない。いやいや、知ってる、知ってます。いや、俺の見てくれてる人たちは太陽時代から応援してくれてる人たち。そうですか。で、僕は太陽ホエールズに1位指名されて入ったじゃないですか。その時に初めてスーパーカートリオって知りました。ちょっと待って、それはね、知らなすぎるわ。豊さんの存在はもちろん知ってた。いや、かすかです。いや、だから本当ね、スーパーカートリオって何のことか分かんなかった。ちょっと待って、話すり替えて、すり替えるんだよ。どこのファンなの？僕ですか？僕ジャイアンツファンです。俺もそうだった、はい、だから僕原さんですから。ああ、じゃあ原が立ってきた時はドキドキした。めちゃくちゃ感動しました。握手して下から上まで舐めるよ。ああそう、はい、かっこいいなと思って。かっこいいな、渋沢もかっこいいなと思って。俺は同級生だからね。そうですよ、ね、何の自慢ですか。じゃあその憧れの原、はい、三塁手が入るかどうかだね。そうですね、はい、じゃあピッチャーから聞いていい？ピッチャーですか、はい、まずね、抑えからいきましょう。いや、抑えはもう間違いなく、はい、どうぞ。佐々木さん。そうだよな、やっぱね、岩瀬か佐々木さん、僕両方受けてるじゃないですか。そうだ、まあどっちかなっていうふうに考えると、まあ、まあやっぱり佐々木さんだろうな、うん、まあ失敗しなかったもんな。もう無双になってからはほぼ失敗ないですからね。なあ、まあ、それまで、まあ、そこになるまでの過程も僕一緒にやったじゃないですか。 だからそういうのもあるんで、先発した時もあるしね。そうですね、はい、だけど守ってて楽だった。三振取ってくれるとね、ゴロが飛んでこないから。いや、そりゃそうだよ。だってプレッシャー一番かかるところで出てくるわけだからですね。でもまあ岩瀬も捨てがたいんですよ。400セーブですから。あ、そうだね、岩瀬400セーブやってる中、僕多分ね350、60一緒にやってますから。そんなにやってる？多分やってると思う。だって岩瀬が抑えになったの2004年からですから。僕がドラゴンズ行った3年目から抑えになってますから。そっから400セーブですから。すごいな。すごいですよ。でも岩瀬も失敗しなかったでしょ？しなかったです。そうだよ、はい。岩瀬は何が一番良かった？やっぱみんなスライダースライダーって言うじゃない。はい、まあ俺一番思うのは丈夫だったということ。まあまあまずそうですね。いや、まあでもね、丈夫、それね。はい、それね。それ、ね、まあその表向きは、あ、まあ、表向きは、まあそこまで投げてるからね。でもやっぱり大事に使われてましたね、あるところでは。なるほど。それはロッカーにね、ドラゴンの時に、こっちが、まあピッチャーベンチの方に行く方です。僕はベンチに行くその扉の手前、2個手前ぐらいが僕のロッカーだったんですよ、ドラゴンの時。最初その頃、まあ野手が先に行って準備してるじゃないですか、うん、でまあ練習の準備してたら、まあ、まあピッチャーが大体来るんですね、そういう時間帯に。さら岩瀬が何か気づいてほしそうな顔をしてしながら僕の前をこう通るんですよ。もう来たと。そういう時はまず投げないです。ちょっと違和感、どっかから違和感が、はい、もうそういうのをもう出したんですよ、ロッカーでね。でそういうのをまあ僕らはまあ見てるじゃないですか。だからまあ表向きはもう丈夫なんですけども、結構弱いです。まあ、佐々木さんもちょっとそういうとこあったんですね。まあどっちかというと、まあ、ちょっとあったじゃないですか、はい、でもいざ上がったらそういうことは言わない。まあそうですね、岩瀬は上がらないです。2、3試合出てこないです。ああそう。
今日どうしたの、どうしたの、みんな分かってますから、まあ、もう寝違えたらしいとかなるほどね、佐々木さんだよね、佐々木、はいはい、で中継ぎ、中継ぎはね、やっぱりね、森田さんか浅野なんですよ。森田は短かったね。短いんですよ、あ、でも浅野も短いんですよ、そうだ、そう考えると、まあでも両方もうすごかったんで、あの勝ちゲームの近い、いやすごい投げっぷりが良かったね、2人ともね。そうなんですよ、だからこれね、どっちかなっていうところですよいやそれ俺に聞かれる。まあでも、もう そうですね、やっぱり優勝に貢献した度っていうとやっぱ浅尾苦しい選択やったな、ちょっと苦しいんですけどね。でも浅尾は打てる気しなかったな。いやすごかった、浅尾が全部流れを止めて岩瀬に渡してたんだよ。で何がすごかったかっていうと、あそこまで首を振られたピッチャーあいつぐらいですあそうなんで、いや何を考えてるか分からない時あるんですよ。だからまあ僕は、まあ、ここでフォークの方がいいなと思ってフォーク出すでしょ、まあ、ほぼ、まあ、ほぼ2種類しかなかったんでその時は。でまあ途中たまにスライダーとか入れてたんですけど、ここでまあいいなと思ってフォーク、首振るんじゃないですか、うん、え、まっすぐ、まっすぐ外のまっすぐ出したら首振るだったんですよ、うん、は、インコースまっすぐここでまっすぐ出したらもう一回首振るんですよ、うん、全部出したなと思ってもう一回フォークに戻すと、もううなずくんですよ。何なんだ、いやこれ自分で回したりするんですよ。あとか本当に今言ったように最後のインサイドのまっすぐでうなずくときあるんですよ。いやいやここでまっすぐだろうって、それすぐ帰るぞみたいなここではないだろうと思う。だから僕はやっぱり大体優先順位をつけて自分の中でね、うん、あこれ首振られたら次こっちだろうな、うん、で最終的にはまあ一番自分の中でないやつを最後に出すんですけど、まあ場面が場面だけでな、そうだからそこで首を縦に振る回数が多かったのがそうです、はい、それでまた抑えちゃうんですよ。すごい、いや球も良かったんだ。いや早かったです、力あったです、迫力があった。でも森田と比べた時にどっちが球の質的には迫力があった、森田も迫力があった。いや迫力があったです、あのシュートなんて全員かったですから。やっぱすごかった、すごかったです。曲がりも、曲がりもだってまっすぐが148ぐらいで、うん、シュートが151人ですから、ね、そうあの落合さんがもうとにかく嫌がってたからな。いや本当にね、打席に入ってきてなんて言ったと思うんですか、分かってる、シュート投げんなよいやシュート投げんなって言われたんです、分かってる。で、まあ、これ、まあまあ、何があるか、うん、ベンチに帰って森田さんも聞くんですよ、まあ、それじゃあシュート行くなって言うのかな、うん、じゃあ次の打席、あ次対戦の時に行こうかいやあいつはどっちもあったからそんな感じなんですよ。だからシュート投げたら飛んでるやつだもん、まあ、平気で言ってましたよ。まあでもそこが自分の生きる道でしたからね、森田さん。でも浅尾、浅尾ですね、やっぱり優勝にあれだけ貢献してくれたっていうのがやっぱすごいですね。なるほどね。さあ先発、はい、これはねやっぱり僕はね斉藤正史さん、ミスター監督、平成の。ああ20勝何回ですか、3回ぐらいでしょう。それから僕はホームランを打ったというね、まあ、そこはいいですけどそれオープン戦だからその年にその年に20勝したんですから初の。あ斉藤さん公式戦、いや公式戦で打ってんのホームラン、公式戦打ってないいやでも僕猛打賞打ったあのその年打ったことがあります、記憶があります。いやでもあのこの世代、このなんていうんですか、時代に完投するピッチャーいます？いやいないよな、いないですよ。もうその頃は分業制ができてたからね、もうでき始めた頃ですから。そうだ、ね、はい、すごいくないですか。でも受けたことはないでしょ、オールスターとかである？ないです。なんかそこに斉藤正樹に行く前に悩んだピッチャーっていいの？いやいないんですよ、やっぱ斉藤正樹、はい、かダルビッシュかなと思ったんですよ。ダルビッシュは僕は打席に入って一番嫌だったピッチャーですね、あの時代、あの当時もうなんか全部が勝負球なんですよ。そうだ、ね、はい、コントロールミスじゃないんですよ、僕らからしてみればもうそれが全部勝負球、全部、はい、全部抑えられる。なるほどね。まあでもやっぱりその勝ち星とか、うん、まあ、そういうものをトータルで考えると、うん、まあ、やっぱ斉藤さんかな。なるほどね。じゃあピッチャー出揃いました、はい、キャッチャー飛ばす、飛ばすんですか最後に、ああそれで、はい、ファースト、
ファーストリズム狂った。いや、いいですね。いや、ファーストは僕はやっぱ清原さんですね。あの4番の雰囲気を持ってたのは、僕、プロに入っ、まあ、入った時はもう清原さんいましたから、でオープン戦とかでしか最初はね、あの対戦することなくて、で清原さんがジャイアンツに来られて、まあ、いろんな4番バッターの人と対戦しましたけど、やっぱり4番の雰囲気を持ってたのは僕からしたら清原さんなんですよ。まあ、例えばその当時落合さんとかも4番だったりとか、はい、松井秀喜もそうだ、はい、それよりもやっぱり4番の風格というは一番感じたのはやっぱり。なるほどね、迫力があったのありました。じゃあファースト清原、はい、セカンド。セカンドですね。まあ、板さんって言いたいと思うんですけど、まあちょっと触れただけでもいいよ。そこは。いや、まあ最悪レフトでもいいかなっていう板さんね。ガヤ持っていくんじゃないよお前。いや、ガヤもやったよ。俺いろんなとこやったよ。見てます、ガヤやったの。いろんなとこやったよ。見てます。でもショートだけは見てないんですよ。なんでだ。サードは見た。サードとセカンドとファーストは見ました。サードはいかんかった。ちょっとね、もうファーストギリギリでした。もう言えばワンマンだったよ。セカンドは、まあ、やっぱりローズですね。あ、まあそうだな。あ、まあ守備は別でしょ。もう守備は別です。あのバッティングっていうか、まあ、98年99年もうすごかったです。すごかったな。打点が160打点ぐらいぐらいあるから。140何打点かな、150打点。とにかく打ってたよ。もうあのチャンスだったら絶対打ってました。そうだ、ね、もうみんながもうベンチで「あ、打つよ打つよ打つよ」って言ってましたから、ホーラーだったみたいな。まあ確かに破壊力あったよな。すごかったです、うん、はい。じゃあサード。サードはねなかなか思いつかないんですよ。ここ時間もらっていいですか。じゃあ飛ばす。はい、じゃあショート。ショートは石井拓郎。それはどういうの。まあ攻撃力もやっぱりね、タグロありましたし、うん、あのポジショニングとか、うん、取ってからの安定感とか、まあすごかったですね。まあ取ってからの安定感抜群だったよね。抜群でした、うん、はい、だ送球ミスで、うん、まあほ、まあ、たまにはありますけど、ほぼほぼなかったんじゃないですか、ね。サードに戻す。はい、はい、サードはね、今言った進藤さんかなとは思ったんですけど、やっぱ原さんですよ。いや、俺鉄板でそこ来るかなと思ったら、そこ悩んでるみたい。悩んでないですよ。あ、そうだ。それは原さんですよ。なんでそこで進藤の名前が出たの。やっぱうまいですよ。もう安心感半端ない。そうだな、はい、やっぱ原だよね。でも正社だよね。そりゃそこまで憧れててさ、進藤選んだら怒られますよ。原監督が見てて、よし、サードの前もう腰抜かすよ、本当に。なるほどね。はい、じゃあ外野行こうか。はい、外野3人ね。はい、まず、うん、やっぱりイチローです。あー、ここは僕ね、キャッチャーをやってて、うん、まあいろんなバッターとね、もう何百人っていうバッターと対戦しました。でもイチローのバッティングっていうか、びっくりしたのはあいつが初めてだったんです、日本人で。どういうとこ。あのね、キャッチャーって、まあ、ピッチャーがパンッて投げた瞬間に、あ、よしとか、あ、とか、うん、分かるんですよ、大体、うん、で、あ、よしっていうのは大体見逃し取れるか、うん、よくてもファール、うん、で、まあ、空振りとか、うん、で、ボンダの順なんですよね。で、ヒットっていう頭はほとんどないんですよ、よしっていう、うん、それをものの見事にレフト前に打たれたんですよ、よしっていうボール、うん、初めてでした。あの日本人でそれを打った。それだけこっから出てくる速さが半端じゃなかったです。もう入る寸前にパーンって出てくる。もうミットに入る寸前にこうなんかバットでさらわれたみたいな。と思った。すごかった。すげえと思った。それ一郎と何回ぐらい対戦したんですか。あんまりないです。そんなに多くはない、はい、それもオープン戦ですよ、3月。その感じだ。3月にそれができる。それができるんです。すごいな。すごかったです。はい、一郎ね。はい、はい、で、もう2人ですよね、鈴木誠也。おお、これね、鈴木誠也の進化のその度合いっていうのはすごいですよね。まあ貪欲だもんね、はい、で、あんまりホームランを狙ってないっていうもんね。あれですか。あ、狙ってないらしいよ。もう低いライナーを打ちたいっていう。だからね、まあこれはね、僕の見方ですけど、
令和最強の右バッターみたいなのを言ってるんですよ。そのぐらい評価高い。僕にとっては、まあ足もあるじゃないですか、まあ、で肩もいい、肩もそう、守備力もあるじゃないですか、だからまあ投打的に考えると、うん、まあ鈴木誠也も僕の中では3本目に入る。なるほど。はい、あと1人。あと1人ですか。難しいな。じゃあちょっと聞いていい、はい、松井秀喜が今出てないけど、はいはい、松井秀喜は入らない、僕の中ではないんですよ。それは何で、まず守備があんまり良くない。ああ、なるほどね、はい、っていうところですね、うん、で、まあ、4番松井っていうふうにみんな多分取られると思うんですけど、さっき木原さんの言ったように、うん、松井に、まあまあ、僕はですよ、うん、4番のそういうなんか雰囲気ってあんま感じてなかったんですよ。なるほどね、はい、あんまり入ってこないんですよ。まあ話をつなげると、同じ4番だったら清原取るよっていう感じでしょ、はい、だから外野には入れないよっていう感じなので、はい、はい、もう一人、もう一人は、秋山さん。あー、これは入ってくるな。すごいですよ、すごいよな、すごいです。40本、3本、あ、3本でか、総攻守、すべて揃ってるよな、それもトップクラスだな。そうです。まだ僕は、まあ、若かった頃なんで、ね、余計すごく見えました。50個走れるで40本打てるって、はい、なあ、はい、それは年が揃わなかったからあれだけど、ね、揃ったら大変なことだったよな。最後キャッチャー、はい、これはね、古田敦也。それは司令いいよっていう感じ。まあ、キャッチャーから見てやっぱすごいんですよ、うん、その数字が、まあ、全てに、ね、もう全ての数字が、うん、だから勝てなかったんですよ。だからシゲはベスト9を、僕1回しか取ってないんですよ、ベスト9。だってな、びっくりしたよ、はい、まあ、確かに古田とかいたり、はい、いたり石山がいたり矢野さんがいたり矢野がいたり、まあ、結構いたんですけど、うん、でもその中でも1回しか取れなかったっていうのはやっぱ古田さんですから。4番を打ってで優勝を何回もさして数字も3割以上、首位打者も1回取ったんですよね。取ったスーパーマンですよ、キャッチャーやから、と僕らから言わせれば。あ、やっぱそうか、はい、まあ一応これやっておきますけど何の理由があるの、まあ、一応まあなんか自分をしたらなんかちょっとやらしいじゃないですか。いやでも、ね、今言ってたのは全部本音です。いや本音だ、はいはい、いやそれは嘘じゃないから、はい、ただバッティングとか除いて、はい、キャッチャーとしてだったらどう。そうですね、それは自分で負けてるとは思ってないです。思ってない、はい、は負けてるとは思ってないけど超えてるとも思ってない。さっきの言い方そうですね、双璧だと思う、もう、はいはい、いい勝負をしてると思います、したと思います、うん、まあ、例えば、盗塁阻止率の数字であったり、うん、あの人一番いいとき6割いくつですからね。僕マックスで5割8分ですから、ね、だからそれは俺が貢献してるからだバンバン刺されてたからいや古田からもう走れないと思ってた。速かったですよ、速ってから速いし、コントロールがいいし、でも速さだったら負けなかったし。でもね、そこのヒントを得たのはやっぱり古田さんなんですよ、僕は。ああ、なるほど、はい、ね、盗みましたから、いろいろ。まあ、出そろいましたけど、はい、最後になんか悔しそうだったねまあでもこれはしょうがないです。まあしょうがないな、はい、でもこの悔しさがやっぱ長く続けられた。そうなんです、そうなんです、そうだよな、はい、もう負けたくなかったですもんね。そうだよな、はい、まあ楽しいベストラインでした、はい。